かわいい映ってるずっとこんにちはって。ほら美容室帰りですってちゃんと。ほら今日美容室行ってきたね、トリミングですって。トリミングココちゃんですって。あと今は友達が目の前にいますマジで久しぶりに会ったからね、いっぱい話した。ココちゃん、急に始めましたけど、リップだけど、なんかすいた。朝から食べてない。え、何も？うん。朝モーニング行ってから食べた。うん。なんかさ、おしゃれなカフェ増えたよね。あんま行かない？おしゃれなカフェ。今日はもう合計1時間くらい運転しました。本当に怖かったです本当に怖かったけど、その大学の友達に会いに行ってきました。怖かった。怖いって、あ、行っちゃったじゃん。ダメだったここ飽きられた。あ、犬ってでもめっちゃ一瞬じゃない？猫の方がそうじゃない？そう、猫はもう気分屋じゃん。確かにここってめっちゃ一瞬で過ぎ去るんだけど駐車はできました。駐車もできたけど細い道の運転がちょっと怖かった。か駐車をね、そのミキに頼もうと思ったんですけど、うちも駐車できない。そう、ミキも駐車できないからどっちもダメっていう、うん、まだユーナの方ができる、うん、まだうまい てかさ、こっちめっちゃうまくない？今日ここだけ、うん、てか伸びたね髪。誰がユーナが、うん、あ、うちが、うん、自分じゃわかんない本当はもっと伸ばしたいけど。わかる、でもだいぶ長いよ。もう伸びない。これ以上そんなことある伸びてくれない。よく伸びないかな。切らないの？切らない。でもさ、めっちゃブリーチしたとこってさ、色わかんない？わ、うん、かるよね、うん、でもまたさ、ブリーチするってなるとさ、痛むやん。確かに。色白くなった？自然光？顔の？カエルめっちゃ鳴くね。めっちゃ鳴いてないカエル夜。あ、田んぼ、うん、感動した昨日久しぶりに聞いて、そのカエルの合唱。カエルの合唱めっちゃ鳴くやんと思って感動した。わかんない、毎日聞いてるからな。そうだよ、思わないかもしれない。いい BGM。 えいい BGM。だって1月のコンサートぶりでしょ、あったの。え、そうだよね。え、あ、そうか、うん、そこか。そう、やば、コンサート来てくれたんだよね。本当は8月のやつ勝手に当ててきてたんだよね。え、そうだよね、前回のやつ、うんうんうん、本当のやつはそう勝手に、そう、8月やる予定だったのが、あの、普通に当ててきてくれてて、それが延期になったのが1月か。劇場行きたい。うん、見てほしい。 K は見たことない。 K 全然違うよ多分。 K もね、8もね、やりたい。うん、どっちも行きたい。うん、落ち着いたらね、うん、誘うから待ってる。うん、そう、本当にもう今忙しくなっちゃったんだって。でもそりゃそうだよね、大学4年生の時期なんてそりゃそう。とっても忙しいね。
B 公演は見たことあるよね。 B は、うん、でもなんかちょっと近すぎて恥ずかしい。え、そうなのね。なんかだって前から3列目4列目くらいにいたから、うんうん、普通にもうちょっと後ろでいい。普通にね、近い、普通に目合うもんだって、うん、あ、やばいやばい、すっごいすっごい地元の田舎あるあるって答えてる。田舎あるある、5時になると時報が鳴る。そういうことです。田舎だけなのかな、分かんない、うん、東京も鳴ってないっけ。くーちゃんかわいい。かわいいよね。ちょっと待ってくださいね。あ、
すみませんすみません、ちょっとあの普通にちょっとはいろいろあって。なんかミキ髪巻くのうまい。長いから。うん、すごいんじゃない。すみませんすみませんね、ちょっといろいろありました。でもこっちうまいのに。そういうもんじゃない、サイズ出るくない。どうやって巻いたんだか覚えてないもん。でもやっと髪伸びた。うん、伸びたね。伸びたよね。うん、けどって感じ。なんかすいた。すいません。すごい5分くらい音消してたよね。もっとか。あんまりやったことない。まあ。かわいい。かわいいよね、マジでかわいい。永遠に癒しだもん。永遠に何の行こう。でもやっぱさ、一人暮らしでさ、猫とか飼ったらさ、うん、絶対すぐ飼いたいってなっちゃうじゃん。うん、それはね。だから飼えない、うん、欲しいけど、うん、めっちゃ欲しくなるね。巻きが取れるのなんでだろう。なんで。知らん。なんでですか。1106日だってよく続いたよね。ちょっとめんどいから。最近買ったおすすめの化粧品教えて。誰の、うちの。ある。最近化粧品買わないんだけど。そうでしょ。化粧してる。してるよ。毎日してる。ミキはするか、学校もしてて、うん、最近何買ったかな。目代わり何買ったの。目代わりはさっきも話したけど、目代わりは美容液最近買った。美容液、まつげの人、うん、それと今回のやつで買って、うん、届くの早っ。マスクと、うん、マスクは、マスクめっちゃ安かったよね。マスクは立体のやつ。そうあ、でもマスクは目代わり使ってないよ、うん、あ、トナーなんかパッド、あのさ、パッドあの拭き取りの、あ、はい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 、やつ、これ。これ初めて見た。うちも初めて見た。バズってる？そんなことない。なんか誰が、あ、でもインスタで割と見る感じ。ね、なんか良さそう。うん、それ買って、うん、あとなんかキムチ買った。待って、9点で安かった？安くはない。待って、9点でキムチ買った人初めて。キムチ。これ。なんか東京にあるお店らしくて、買ってきてあげたのにそんなでもね、美味しい。確かに。え、食べた。うん、食べた。え、美味しそうなんか美味しそう。でもえ、そう、美味しそうで、うん、なんか惹かれて、うん、買ってきてあげたの。買っちゃったでも美味しかった。キューテンって食べ物売ってんだ、それも知らなかった。え、売ってるよ。あ、でもキムチ売ってるとは思わなかった。確かに、うちキューテンも初心者だからさ。キューテン一時期なんだっけ、なんか会員のさ、うん、ランクあるじゃん、うん、ゴールドだかさ。嘘でしょ。なんか一時期めっちゃ買ってた。どこだ。最近だよね、キューテンなんかめっちゃ流行りだしたの、うん、TikTok とかで。どっか間違えた。あ、一般、一般会員、シルバー、ゴールド、うん、ビップ、うん、なんだけど、一時期ゴールド会員でした。そうでしょ。めっちゃ買ってるやん。でも最近もシルバーずっと、うん、でもシルバーでもクーポンあんま使わないんで。確かに目代わりしか買わないかも、うち、うん、そうだよね。マスクがなくなった時に買うか、うん、マスクは確かに安い。
とさほと喋った時めっちゃ岐阜弁出てて二人がうわーと思って、でも出てんのかな、うちも分かんないけど、どうなんだろう、あんま気にしてない。でも東京でやおねって使ったことない。もう東京に染まってんじゃない。やおねって何って言われる。いや最初聞いた時そう思ったよ。そうだよね、やおね、やおねって、そうだよねってなっちゃう、うん、土曜日っていう？土曜日。土曜日？あれ違う？土曜日。土曜日？土曜日っても言う？言わない。嘘でしょ？土曜日。土曜日？うん。なんかさ、長野のメンバーの子がさ、うちが土曜、うん、土曜日って言ってたのずっと。うんうん。でなんかイントネーション違うよってみんなに言われて、うん、土曜日って言わない？って言ったら長野の子言うって言ってよ。知らん。でも長野県でも住んでる地域違ったよね。確かに長野って結構変わるよね。めちゃくちゃ違うよ全然。でもどっちも言う、土曜日も使うし、土曜日も使うけど、土曜日言わないな、そっか。岐阜弁ってどんなの。岐阜弁はやおねやおねとか何言ってるっけ。岐阜弁って何。岐阜弁って方言、やおねが一番使うよね日常会話で。分からん。そうだった、ミキは違うんだ。何使うんだろう、何使ってるんだろう、みんな。なんだろう、なんだろう。あ、それは違う。一個出てきたと思ったけど、それ全然長野県の方。長野ってなまってる、ちょっとそんなことない。ダモンデとか。あー、出たダモンデ。メンバーの子言わないの。言わない。え、ミキだけだよ、ダモンデって。じゃあ住んでるとこ全然違うんだわ。あ、そういうこと。やっぱそれでバレるよね、長野って、うん、ダモンデって使ってないもん。でもダモンデって静岡の人とか多分言わない。ズラとか、ズラって使う。ズラなんとかズラ使わない。ダラか、なんとかダラ、え、使わない。あ、なんとかダラ出ちゃうとこでしょ。言う。え、最近聞かないで、それうち、うん、ちょっと岐阜に染まってきたんじゃない。だって4年もいたらそりゃそうな。そりゃそう。あ、でも実家帰って喋れば多分、うん、あれ出るか、うん、そういうもんだよね。だもんで名古屋にいる子から聞いたことあるって。名古屋でも言うんだ。さやりん若いから方言出ないよね。いやいや、1個下1個下よ。いや、1個の差が大きい。大きいのかな。ショックだな、それな。確かに。でもさよりあの方言聞いたことないかも。東京にいるからちょっとかじゃなくて。そうなのかな。静岡でもダラって使うよね。うん、そこは長野と一緒。方言っておもろい。負けた？うん、多少変になっちゃった。この間なんだっけ、あのさ、こずんでるっていうのさ、うん、お友達がいた。いた？仲間がいた、こずんでる使ってる人。たまにいる。あ、さやりんこずんでるって言ってるわ、長野の子。じゃあ長野で言う、長野の方言なのかな、こずんでる。多分。でもミキから知ったもん、こずんでるって。こずんでるって普通に標準語だと思ってた。皆さんわかります、こずんでるって。あて、なぜ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 。嘘、めっちゃ言うね、こずんでるって。こずんでるか、こずんでるとか、こぞんでる、こぞんでる、うん、聞いたことないって。嘘でしょ。こずんでる、正解は
正解はなんか飲み物とか液体の下に溜まってる、沈んでる、沈殿物、うん、沈殿物がそう。でお茶とかね、あそうそうそう、お茶、ペットボトルのお茶とか、うん、逆さまにする、そうそう、あれそれ小ずんでる、小ずんでるっていうの。みんな一個賢くなったね、うん、マジで使わないよね確かにな、だから逆に喋ることなくない、一緒にやって見てるらしい、お友達、友達が見てる。プライベートの話をプライベートでするからね。でも久しぶりに会ったけど気づいたら1時間以上経ってたよね。うん、なんか全然でも知らない世界だったもん。みんなの大学生活とか研究室とか行ってるんだもんしかもみんなバラバラなんだって。そうなんかね、ね、そう3人がそもそも揃わなくなっちゃったんだって。それも寂しいね。週1回会うか会わないか、そっかって家長さ、うん、今さ UNO やったら1時間もかかったって送られてきたんだけど UNO? UNO 1時間もかかることあんの？何人出たの？知らん、きっと見てるから返信返ってくるかもしれない、うん、確かに就活中なんでしょ。だってそう、就活中なんだって。実際ゼミとかもあんの？それはない。ゼミと研究室の違いって何？わからない。そうだね、一番分からない一番分からない確かに。でもなんかいつもショールームとかも見てくれてたのに忙しくて見れてないって言ってたし。え、ショールーム見てるよ。え、ミキ見てるの？うん、ちゃんと星投げしてるよ。怖なんでミキだけかな。でもユナは割と見てた。ほんと？ちゃんと通知来るようになってるし。ほんと？それならよかった。ほんとでも LINE もしなくなったんだよね。うん、マジでしなくなった。そうから6人でやったらしいよ、ね、うの。え、そんなかかる？でユナはドベだったらしい。あ、え、ドベって方言かな。え、ドベって下から、うん、ドベ一番下でしょ、うん、ドベってでもなんか田舎っぽくない？うん、めっちゃ田舎っぽい、うん、う、私も毎日50個ずつぐらい投げてるらしい。ほんと？ちゃんとオタクじゃん、うん、ありがとう。トペはわかるか。よかった。でもさ、みんなからうちの顔見れてもさ、みんなは顔見せてくれないじゃん見せてくれないたまにね、そのなんかみんなでお泊まりしてるやつかの時は見てるけど。まあ確かに、うん、大体酔った勢いで帰るけど。そう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 。アイロンってどんくらい熱い？50度に何度でやってる？150だよね、うん、なんか間を取って。150 160だと行き過ぎかなと思っていつも。でも100作法180とかって言ってた。そうでしょ、行っちゃうよ計ね。ゆうながこれから運転するから面白い話してねって。今から？うん、面白い話。なんかあるかな。なんかついてる。チョコレート。マスカラ。マスカラついてる。面白い話？で、ラジオ感覚で聞いてくれるんだ。じゃあなんか話題もらおう皆さん。なんか化粧薄いのか濃いのかも分かんなくなってくる。濃いうちって、うん、薄い普通そっか。なんかないかな。でも最近は
じゃあめっちゃどうでもいい話からすると、うん、ファンの人がなんか YouTube でこうショールームとかでさ、うん、発言するじゃん。そういうなんかおかしい発言を切り取って、うん、ファンになりましたって人が多い。どういう、なんか下ネタのさ DM とか来るんだけどさ、うんうん、そういうのを切り取って YouTube に載せられて来る、うん、ファンになりました。そうファンになる。その YouTube 見てきましたって人が多い。なるほど。そうなんか今そういう時代なんだと思って。可愛くてファンになるんじゃないか、ね、そう可愛くてとかショールームとかじゃなくてその切り抜いたのを見てファンになりましたって人お話し会とかなんかめっちゃ多いのそういう人、なんかそういう時代なんだと思って。そうなんだ、切り取り面白いんだって、まあ、これいい、え、いい、なんかうちあんま下地の良さ分かんないんだけど、うん、感動した感動した、うん、全然崩れない。なんかこれのさ普通のやつもあるよね、うん、それは使ってんだけどさ、なんか色に惹かれてもう要するにパケ買いだったけど、なるほどね、なんか全然いい。そう、なんかこの前とかアットコスメ行って、うん、1万6千円くらいか、やばいよね、気づいたら1万6千円でそこからまたディオールでリップも買ってたから2万円くらい買い物してて、やば、ね、え、渋谷のとこ、うん、そうそうそう、あそこめっちゃ行ってみたいんだけど、うん、早く東京来てよ、行きたい、遊びたいね、東京で行きたい、うん、でも遠いんだもん、新幹線とかすることない。 YouTube 見てる、やっぱそうするしかないよね、か寝てるか、トンネル入ると電波悪くなるからさ、あ確かに、ね、それがなんかでもあるけど、スタバ飲みたくなってきた。最近飲んだ、何飲んでる、いつも最近は、うん、あのホワイトモカに、うん、ショット追加して飲んでる。コーヒーってこと？ショット、ショット、あのエスプレッソ。コーヒーじゃん。コーヒー。コーヒー。いや本当にコーヒー飲めるようになりたい。あれ飲めるようになったって言わなかったっけ？なってない。あれ？誰かと間違ってる。飲めないのコーヒー。でも今日お母さんの一口もらって、うん、コーヒーってお腹痛くなる？人による。めっちゃ痛くなったの今日。高校の時の友達もなんかコーヒー飲むとお腹下すって言ってた、うん、あ死んだと思って、うん、飲めなかった。もう濃いのか薄いのかもわからない。大丈夫大丈夫、まつげ欲しい、ゆうならまつげめっちゃあるよね、まつげ、うん、でも結構1日に1本くらい抜ける。え、1日抜ける抜ける。5時半になったらじゃあ終わろう。あとちょっと。めっちゃさ、今ふと思ったこと聞いていい？うん、ファンの人ってさ、9点って知ってるの？あのね、目代わり知らない人多かった。だからさ、インスタの質問でさ、うんうん、目代わり何買いますかって聞いたら、うんうん、マジで30個くらいしか普通の質問はもういっぱい来るのに、うん、それに関しては来なかった、うん、30個くらいしか来なくて、うん、あ、やっぱお兄さん方は知らない、うん、あ、でもここで知りましたって、あ、名前だけならって。なるほどね。でも確かにね、9点って当たり外れある時あるしね。今回外れだったし、あ、そう、ミキが外れだったから、うん、ちゃんと口コミとかね、そう見ないと。マジで頼み方むずいし、なんか、うん、むずいよね、うん、お、慣れたらいいんだけど頼み方も難しいんで。でもね、やっぱ目代わりは安いよね、うん、使うべき、うん、まあもう終わりましたけどね。はい。アマゾンのセールも安くなるからね。アマゾン使ったことない。本当に？うん、買わない、アマゾン。
入ってるけど、アマゾン、うん、入ってはいるけど、アマゾンのさプレミアム、うんうん、をさずっと抜けようって思ってるんだけどさ、うん、気づいたら更新されてるんだよね。うちプレミアムめっちゃかからない、2000円くらいかかるよね。もっと4000円。え、嘘、え、プレミアム、え、アマプラでしょ、アマゾンプライム、プライム、うん、プライムでしょ、え、シチューデントだから、あー、だから安い、月250円、安っ、え、うち もっとするよ。じゃあそんな、え、普通の人多分500円とかや、ね、月、え、じゃあうち間違ってる年1ヶ月で4000はやばくない、え、間違ってる、1年で4000円、4000円もしない、分かんない、でも5000円、500円だって、あれ、じゃあ大丈夫か、500円、うん、なんかパラビとかもずっと入ってんのよ、パラビってお金、あ、分かる、分かる、ほら、年4900円、え、え、年だよ、え、うち年間だよ、え、だから年で4000、あ、割る12は4000、500円って年間で500円ってこと、違うよ、月500円、1ヶ月、え、じゃあ大丈夫、うち1年も払ってるわ、じゃあ勝手に、え、でも6000円、単純計算した、でもあれ年の方、年で買った方が安くなる的な、じゃあ損してる、え、誰が、え、あれ、それは何、それ何の値段、これが学生、普通の人の値段、あ、そうそうそう、1ヶ月買った分ってこと、違う違う、年間、これ年間だ、月500円で年間ってこと、もう単純計算してこの値段、なるほどね、うん、もうじゃあ1年分の方が安いんだってことなのか、だってじゃあ私でも見ない、アマプラとか、うん、見ない、入ってるのに、スパイファミリー見た、スパイファミリー見てない、気になってるけど、てか最近知った、それは何か、アーニャでしょ、めっちゃ出てくるよね、アーニャ、うん、うちもそれがスパイファミリーってのは最近知った、アーニャマジで見ないの、わかんない、アーニャでも面白いんだって、アーニャが可愛いんだって、ユナも言ってた、アーニャ見てんの、見てるし、アーニャ見ようかな、あ、もう半になっちゃった、じゃあそろそろ終わります。お代理が勝手に考察してた、おもろそうなんか捨て子なんだって、アーニャが、アーニャ可愛いから見た方がいいよって言うのか、え、見るわ、アーニャ拾われた子なんでしょ、アーニャ、そうなの、うん、よし、じゃあ司会うちに見ますね、じゃあランキング読みます。13位梅子部チャットマークなとりどんさん、12位てるきチャットマークなあなたんたんうなたんたんさん、11位しんすキャットマークなとりどんさん、10位エレメンツさん、9位香港のケーキャットマーク7連チャットマークなとりどんさん、8位まぼろしさん、7位チョロさん、6位ゆうきさん、5位アルマサトリアさん、4位 MM ルールチャットマーク東京ドーム2万2000円のスタンド席さん、3位マジックさん、2位ダイヤくん、1位イナジアットマーク、いつまでも言うなら踊りますさんです、ありがとうございました。ということで今日は朝モーニングにも行ったので、またその写真をインスタかなに載せますので見てください。それではお腹がちょっとそれではありがとうございました。バイバイ。